こんにちは。あ、どうもようこそお越しくださいました。ありがとうございます。どうぞおかけください。ただいまから唐泊恵比寿牡蠣の新品種贈呈式を始めます。本日は福岡市漁業協同組合唐泊支所から今回新しく運営委員会会長になられた岩木会長、堀支所長、山崎様、板谷様にお越しいただいております。はじめに岩木会長よりご挨拶をお願いいたします。今日はどうも、はい、高橋の塩、お忙しい時間を割いていただきました。よかったです、先生でいいですよ。割いていただきましたけども、ありがとうございます。はい、今回新しく恵比寿牡蠣の新商品ができましたので、うん、ぜひそれちょっと試食していただきたい、おいただきたいと思って、ちょっともう今日の表現しました。よろしくお願いいたします。この時期にですか。はい、今からちょっと1年中食べれる牡蠣をやっと作れましたので、あ、そうですか。今後とも少しずつ増やしていきたいと思いますので、今後とも市の協力よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちなみに、そのこれまでは冬のイメージがあったんですが、はい、夏にも食べられるようになったというのは、品種改良して、うん、産卵しない牡蠣を作って、その種苗を入れて今大体7、8ヶ月だから、それで大体50グラム出してこれを販売したいと思います。あ、これまではそう卵を産むことがあったんで夏は、はい、食べてなかったけども、もう水牡蠣が身が入ってる、今度は産卵しないから夏場も身が入ってるから、これもちょっと1年中食べれます。その牡蠣をちょっと、まあ、福岡市で初めて、まあ、県内で初めてかな、ここで作ったのは。だからぜひ、まず一番に市長の福岡市長の方に協力いただきますので、私は厳しいですよ、だからちょっと私が食べれるから大丈夫です。お願いします。それでは福岡市が誇る唐泊恵比寿牡蠣の新品質贈呈に移ります。それでは岩木会長、よろしくお願いいたします。皆様ご起立ください。それです、これがクリミネートの品質ガキです。はい、わかりました、ありがとうございます。すごいプレミアムエビス、本当にプレミアムエビスガキ、これは海外の仕様にプレミアムつけてください。あ、いいですね、ありがとうございます。それでは贈呈いただきました新品種の牡蠣を高島市長からご試食いたします。どうぞ。試食してください。カップの深さも結構ね、そうですね、しっかりありますね。うん、美味しい。いや、本当に味が濃いのがすごくもう口に入れた瞬間におーってなりましたし、貝柱も甘みがしっかり強くあって美味しい牡蠣ですね。これのレベル、冬で食べられじゃなくて夏も食べられるようになるっていうのはすごい改良ですね。そうですね。おかげさまでこの牡蠣ができるようになりました。いつも牡蠣私も好きですけど、やっぱり冬にしかね、はい、食べられないイメージだったんでと思ってたけど、これが夏も食べられるって言ったらいいですね。だから今からどんどん増やしてるんですよ。ええ、まあ一般の方にも食べれるように量産体制取りたいと思います。うーん、ぜひ協力をよろしくお願いします。ああ、もちろん、今香港だとか一流ホテルに、はい、唐泊恵比寿牡蠣を入れていただいてますけど、これからやっぱりそのなんていうか国内も含めて、もちろん日本福岡もそうですけども、やっぱりもう最高級のお店にはもうこの唐泊恵比寿牡蠣っていうね、バーバーが入っていただけるようにね、どんどんこれ宣伝していきましょうね。ぜひ今日よろしく、福岡市ブランドで協力してですよね、はい、例えば福岡市の姉妹都市であるボルドーも、はい、スプマンデじゃないですけど、要するにその泡ですよね、
ああいったお酒とも合うと思いますし、もちろん日本酒だとかとも最高でしょうし、ああいうリッツカルトンみたいないいところもできたんで、いろんなところにちょっと一緒に売り込みに行ってね、使ってほしいですよね。よろしくお願いします。お母さんに任せて大体大丈夫です。そこもカップがツルツルになっててね、ぜひ触ってみてください。怪我をしない。どういうこと。これは今までと違うところは、そのカップがツルツルになってると思うんですよ。鱗みたいにこうなってたやつがないっていうのは、最初からこのですね、生産の仕方を全部変えまして、はい、こういうバスケットの中で、はい、ちゃんと転がしながら、波で転げるので、このカップのところが全部削れていく。あ、そうなんだ。へえ。そうするとこの大きさごとにこれ目合い違うんですけど、サイズごとに分けて今お出しできるサイズです。確かにこう蓋のところが普通こうなんていうかね、鱗がギザギザになってるところが、そうです、成長線っていってどんどんこう広がっていくんですけど、ツルツルですよね。全部削れて、あ、そうなんですね。他のところでは作れない、こう海のこの体周りの前の海だからこそできる。他の海域ではできない。なるほど、はい、こことオリジナルの牡蠣です。漁協の方ですか。ちょっとおとなしそう。違う違う、デジャバって強い。いえいえ、あ、でもそんな工夫されてるんですね。そうですね。波が適度にあって、うん、籠を揺さぶるからですね、中で貝がおろるんですよね、こう。それでこれはこう丸みが出て、少し刺激が出たらこういうふうに殻が硬くなって、こう丸くなるんですよね。それで耳も良くなる。これ刺激が与えんかったらもう薄い柿で、これ長持ちもし、日持ちもします。だからある程度いじめてやらんといかないですよ。ああ、そう。この状況で、このまま輸出して10日間くらい、その普通に行き来するに来たから、話聞けてよかった。なるほど、こうやって刺激を与えて殻を強くして日持ちするようにするとか、こういうこともあるんだ。逆に中でいじめたら貝柱が大きくなるんですけど、これまたあまりも強くなって美味しいかも。単にじゃあ温室でぬくぬくとだけじゃなくて、まあ、トマトとかも結構ほら水をギリギリまでやらないとかいう言い方しますけど、牡蠣もやっぱりそういう刺激の与え方をして、だから生産する方が大変ですよ。でも揺らすのはさっきおっしゃった、その波の力によって揺れるからっていう。でこの稼働しやすいこういうカゴとかを編み出すのが、まあ、独自のノウハウなわけですね。結局あとこれこう解散がそのまましてたんですけど、これこう付着で余計つくんですよ。だからある程度こうひっくり返して、カゴを2日に1回とか2回でひっくり返して、全部こう刺激が出てくるんですよね。じゃあそういう手間もちょっとかけて、はい、これはでもね、本当に味濃くて美味しいですね。私はこれ柿食べるんで。は？じゃあ最後に、そういうオチですか。こう生牡蠣やったら2、3個でないとダメだ。これだけで10個くれた。これ終わってからでも今の話しようか。ちょっとそれだけうまいということをちょっと教えとかんといかないな。いや、これ美味しいです。じゃあ、今量産っていうかどれぐらいの感じで今つけてるのが30万個ぐらいはあると思います、うん、これ今から100万とか200万とか、そういうふうにどんどん増えていこうかと思って、今ちょっとそういうような計画中です。おだからぜひ支援の方もよろしくお願いします。支援しますよ。海外のシンガポールとかマリアベイとか、これちなみにできるようになったら、ただ福岡の中ではかき小屋が1年間するか、はい、そういうできる1年間やろうと思えばできる。やろうと思えばできる、まあ、それだけの量を作らないといけませんけど、いやでもまあできる状態です。もう、まあ、夏はだってほらバーベキュー、ね、する人も多いし、まあそこで直売するぐらいとか、そうです、まあ、ニーズを見ながらって感じですよ ね。多分まだみんなの中で夏で牡蠣のイメージがまだないだろうから。まだあんまりないですよね。牡蠣小屋って言ったらなんとなく寒い時にね、こういうイメージだったんで、今頃こういう夏場の牡蠣をどんどん売り込んでいかないかったんですね。そうですね、はい、その牡蠣本当名前は外に出すときだけプレミアムエビスカキ。これは海外向けですよ。シンガポールとか香港に出すとき、その山崎たちがそのプレミアムつけてる、その 50g とか 40g、それ以下はもう普通エビスカキのシングルシートで出すつもりじゃないかな。
まあ、それでちょっと色分けしてですね、うん、出したいと思います。わかりました。ぜひこれを売り出していきましょう、はいはい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。最後にあの高島市長よりお礼のご挨拶もでした。もう述べた通りなんですが、はい、あの大変おいしい、あのしかもあの本当にあの努力を普段にこうされてらっしゃるということもよく今日分かりましたし、いやそんな工夫があって日持ちをしておいしい牡蠣を、ね、作ってらっしゃるのでよく分かりましたので、あのしっかりとお返しとしてまとめさせていただきます、はい、よろしくお願いします。